ださったんですね。ねえ、もうお芝居はやめたら？え？やっぱり！それ私の呪文で受けた傷ね。あんたが魔女なんでしょ！あら、バレちゃった？まさか魔女が女王様に化けておったとは。あんたたちが聖獣を倒してくれたおかげで昔の力がよみがえったわ。英雄グレイグを取り逃したあの時の借り、ここで返してあげる。さあ、私の腕の中で永遠に凍りなさい。リーズレットを弱らせ金賞を奪い返すんじゃ。私が今一度魔女を封印してみせよう。氷漬けにしてあげる。雪だるまにしてあげる。さあ、痛いわよ。かかってらっしゃい。ベロニカお姉様、ありがとう。
シオン。雪だるまにしてあげる。さあ、痛いわよ。そう、冷たいわよ。行くわよ。頑張りましょう。ありがとう。雪だるまにしてあげる。吹雪よ、ここに。暑いわよ。ちょっと頑張りました。今よ、エッケハルトさん、魔女を封印。よし、来た。ポカポカズマパ、ポテズマパ。やめなさい。ムチョムチョズマパポチャズマパズマ。なんじゃこの字は。ちょっとエッケハルトさん、しっかりしてよ。おお、そうじゃ。ズマズマズマパポカズマジョー。氷が溶けていきます。ここは。ご無事でしたか、シャール様。そうだ、思い出しました。魔女が私をこの本の中に閉じ。よかった、記憶もきちんとしておられますな。一時はどうなることかと思いましたが、もう。シャール様、こんなところにいたのですか。早く城にお戻りください、大臣。ありがとうございます。皆さんのおかげで。そうだ、本の中で聞いていたのですが、皆さんオーブが必要なんですよね。さ、エッケハルト、その本を私に。待ってください、女王様、その本は危険です。私たちが。よかったわね、オーブはすんなりもらえそうよ。あ、そうだ、この本はあんたに。
何か言った？え？何も言ってません。変ね。聞き間違い？
っとせーにゃ、黙れってどういう。お姉様、急にどうされたのですか。黙れだなんて私言っていませんよ。え、嘘でしょ。なんだか気味が悪いわね。早く。いけせん。私が。よくいらっしゃいました。早速。しょ、ま、ん？ん？ちょっと待って。あ？ねえ、その本から声がしない？待って、私が本物のシャール。目の前にいるのは魔女が化けた偽物。そんなわけないでしょ。皆さん、騙さ…しつこいわね。私たちが二度も騙されると思ってるの？封印さ…違います。エッケハルトの呪文の栄称が途切れたことで封印は失敗したんです。私を信じ…封印は成功しました。魔女の嘘に騙されて…お待ちなさい。どちらが本物か、10年間シャール様の教育係を務めた私が見破…どちらが本物のシャール様か確かめるため、私の質問に答えてもらいます。では早速行きますぞ。クレイモランに代々伝わる家宝とは何か。そんなの楽勝よ。ここにあるブルーオーブこそ王家の家。ほほう、なるほど、ブルーオーブですか。ではそちらはどうでしょう。厳しい冬を耐え抜き、勤勉に働くクレイモランの民、それこそがこの国の宝。うん、そう、それこそクレイモランに伝わる王族の教え。全てが明らかになり。そんな嘘、何かの間違い。怪しい。あら、またバレちゃった。せっかく取り戻した魔力もなくなったし、私には何の力も残ってないわ。煮るなり焼くなり好きにしなさいな。クレイモランの兵よ。待ってください。女王様、何をなす。